12月に入って最初の兆候でした。今日12月3日です。で、2、3日前に、すごく寒くなって、急激な水温低下が絶対あっただろうと思います。全くいないね。乗ってた。何？どこで乗ってたの今の。うわ、急に引き出した。よいしょ。はい。なかなか悪くはないですね。はい。持ち帰らないといけないんで、今日キープしますね。これね。20センチぐらいですね。おっしゃ、雑だった。しゃくりも何もあったもんじゃない、一発ですよもう。あー、これもちっちゃいな。やっぱり胴長20センチは欲しいよな。はい、釣れました。これもリリースしますね。3倍。うわ、またあのタイミングで乗って、嘘やろっていうタイミングで乗ってきますね。あ、うわ、またあのタイミングで乗って、嘘やろっていうタイミングで乗ってきますね。風がね、右から吹いてるんですよね。だからラインをまっすぐするために右側にロッドしゃくってるんですけど、時々活性は高いんでしょうね。そんなイカがじゃあボロクソいるかというわけじゃない。このイカはね、今のパッションレッドをお魚に持っていかれた直後ですよ。ほら来た。あー、切られた魚だ。糸をね、結び直して直後のキャストだったんですけど、はい、はい、釣れました。今日はキープ。緩みましたね。変でした。あとないと思いますけど、はい、2杯目ですね。やっぱりなんか2杯だろうね。
完全にラインがたるみました。今胸のカメラが撮れてなかったね。よいしょ、はい、釣れました。でバッテリー切れでした。これもちっちゃいんですぐリリースしますね。はい、本日の釣行はねこれで終わりたいと思います。釣果は全部で5杯です。最初の3杯ですね、これはね、すごい活性の高い群れじゃないかなと思います。もうしゃくってる途中でこう乗ってくるっていうかですね、それとかキャストした最初のホールでもう乗ってくるとかそういう感じだったので、活性の高い群れだったのかなと思います。それからしばらくね釣れない時間があったんですけど、多分群れが変わったと思います。次はしゃくりに対して追ってくるイカですよね。完全に緩みましたね。テンションホールでゆっくり落としてるとラインがふっと軽くなった、そこで合わせるんですけど、まあ、こういうね当たりがねあると楽しいんですけど、しゃくってる途中で乗るっていうのはなんかいまいちね調子が狂うんですよね。活性が高くってやったとは思うんですけど、なんかこれはねなんかちょっと違うんですよね。まあ、ちょっと贅沢かもしれませんけど、まあ、そんな感じで12月をね釣っていくんじゃないかなと思います。またね次回も、頑張りたいと思いますんで、ご視聴のほどどうぞよろしくお願いします。よし、今日2杯キープでした。ほら来た。もうやめますって言っといて。今日6杯目だ。もうこれリリースして帰ります。